はい、どうもチャンネルサトチューンでございます。今日は、沖縄旅行2日目のお昼でございます。今日はね、これセーファーそばっていうのを頼みました。これね、ここに写ってるやつ、これをですね、このシンさんとキニさんと、はい、僕で食べます。はい、さあどんな味かな。あの沖縄そばをちょっと食べるんだけど、これ映ってる？映ってるよね。はい、こんな感じで、はい、ありがとうございます。どうも。やっと食べれますよ。沖縄の地で沖縄そば恒例グース。恒例グースね。これやらないかね。では見てください。これソーキっていうのは豚肉ってこと？そうですね、豚肉のスペアリブのものです。まあ沖縄ではこれシーサーって言うんですけど、違うか、これシーサーじゃないで、ソーキですね。ソーキですね。豚肉ソーキです。あ、しかもこんな分厚いですよ。こんな分厚い、ほら美味しそうでしょ。あとかまぼこ的なヤーツも入ってますよ。かまぼこ的なヤーツも入ってますね。はい、ではいただきます。こんな感じの太麺です。いただきます。あ、おいしい。小麦粉の味がやっぱちょっと違うわね。やっぱ東京と来ると違うよ。違う。麺も違うもん。止まらない。麺の味がめちゃくちゃうまいよ、これ。違う、全然違う。東京でもね、ソーキそば食べれるんだけど、麺の味わいがね、違うね。おいしい。麺の太さも太いんだよ、ちょっと。なんか向こうのはやっぱ中華麺にちょっとまだ近いけど、これはもう完全に、なんだろうね、中元。この麺の味はうまいもん、知った時の、うん、食感と書いてあったこの肉、あ、これうまいわ。あ、うまい。よかったです。最高。これです。佐藤さん、美味しいそうです。これ、ちょっと辛いんで気をつけてください。やばい。シーサーの肉が期間に入りました。シーサーじゃなかった。早期だった。すごいうまい。この肉の部分も何とも言えない。これ何だろう、どの部分なんだろうね。あばら肉。めっちゃうまいんだけど。あ、これはいいわ。だしもね、なんかなんだろう、美味しい。もうちょっと個性がないというか、だいたいね、本州で食べるソーキそばはどこも味が同じなんだよ。なんか同じで変化がないっていうか、同じようにカツオだしが来るんです。だしのさ、方向性は同じなんだけど、美味しさが違う。全然。これ何、このすごいです。ギガルマフラーのように骨がありますね。
ここも骨。これどこを食べる？これ横から食べるか。横から食べた方がいいか。お骨がほら、骨の近くの肉なので、あ、ちょっとあの。今日はとりあえず朝起きてホテル出て、まあ、シンさんとドライブしながら自然三崎公園を回って、あと何でしたっけ、あとドライブでこっか、あと長くスクモールも行ったんだ、はい、回ってですね、今ここまで来ました。沖縄旅行2日目です。時刻は12時32分ね。まだまだこれからですけどね。新さん毎週こういうことやってない？ほぼ毎週じゃない、うん、ね、だいたい土日が多い。奥さんは休みだけど、奥さん今日は働ける？あ、休みだ、今日休みだ、今日休みだけど、うん、のこちゃんの面倒見とるの多分疲れて寝てる、あ、寝てるかもしれない。というわけで、あのうだうだ食ってましたけど、僕取って出しだからここで取りたいと思います。そんなわけでまたね、はい、沖縄の神が取って終わり。